サヒールの砂漠に設けられたフォーミュラー1の舞台、役者は揃い幕が上がりました。2014年、ここでニコ・ロズベルグとルイス・ハミルトンが壮絶な接戦を繰り広げました。あのような名シーンを今年は見られるでしょうか。バーレーングランプリ間もなくスタートです。舞台は全長 5.41 キロのバーレーンインターナショナルサーキット。コーナー数は15、1コーナーと4コーナーへの進入が抜きどころです。10コーナーへの進入では左前輪のロックに注意が必要です。そろそろ今日のレースのスターティンググリッドを確認しましょう。昨日快走を見せたマックス・フェルスタッペンがポールポジションからスタートです。その横にはレッドブル。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ガスリー、ルクレール、ルイス・ハミルトン、ボッタス、ベッテル、ウェーバー、バトラー、そしてアントニオ・ジョビナッツィ、ペレス、ライコネン、ダニエル・リカルド、ノリス、ヒュルケンベルグ、マグヌッセン、アレクサンダー・アルボン、そしてロバート・クビサ、ストロール。グリッドラインナップの最後はジョージ・ラッセル。間もなくスタートとなります。コースの方を確認しておきましょう。We have a good chance of getting a podium today, so have a clean race and stay out of trouble.is now enabled. We'll be
be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. Excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Seconds. This lap, give us the best in lap you can.
box this lap, please. Strategy complete. See these tires through to the end now. Is coming in for a stop. Is 4.2 seconds. Is coming to fit the mediums. Car ahead, now running medium tires. The safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive.
5 laps of fuel remaining. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature, and remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Clear. Green flag.
laps of fuel remaining. Has been enabled. DRS is now enabled.今日は全力を出し尽くしたレッドブル、素晴らしい勝利でした。教えてください。何が今日の勝負の明暗を分けたのでしょうか。間違いなくセーフティーカーで全てが変わりましたね。勝利の鍵は冷静にすぐ対応したことでしょう。迷って賞金を逃してもおかしくない場面でバシッと決断してアドバンテージを握ったと思いますよ。本日はレッドブルが首位をめぐって激しい戦いを繰り広げましたが、その成果が実った形です。彼らの努力を考えれば今回の勝利は喜ばしいですね。ドライバーズランキングがどうなったのかを見てみましょう。マックス・フェルスタッペンは自らのパフォーマンスに満足しているはずです。ランキングトップの座をさらに盤石にしました。素晴らしいレースでしたが、ドライバー・オブ・ザ・デーには誰を選びますか。やはりケビン・マグヌッセンでしょう。今日はコースでズバ抜けたスキルを発揮しましたし、バトルを恐れずに集団を抜け出しました。では
コンストラクターズタイトルに移りましょう。レッドブルがランキングのリードを広げました。このグランプリで好成績を残したもう一つのチームがアルファロメオです。ランキングも大きく上げました。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。表彰台獲得おめでとう。さすがだよ。最後の数周はハラハラさせられたが、見事やってくれたな。これなんてどうかね。私ならこういうものに投資するな。おすすめはこういうのだね。